友達100人できるかな。1年生になったばかりのたかしくんは恥ずかしがり屋で、自分から話しかけるのが苦手でした。話しかけられてももじもじしてしまうので、なかなか友達ができません。どうすれば友達ができるんだろう。そう思っていたある日、友達100人作る秘訣を教えてあげる。恥ずかしいのをちょっと我慢して、毎日挨拶をすればいいのよ。ママが教えてくれました。それだけ？たかしくんはちょっと疑いながらも、友達がたくさんいる毎日を想像して、ワクワクしながらママと挨拶の練習をしました。次の日から、たかしくんは勇気を出して、おはよう！クラスみんなに挨拶をしました。でも、やっぱり恥ずかしくて小さな声になってしまい、なかなかみんなに聞いてもらえませんでした。恥ずかしくて大きな声が出せないや。友達を作るのってやっぱり難しいな。ため息をつきながら教室を見渡すと、クラスのみんなは友達と楽しそうにおしゃべりをしているのが見えました。たかしくんにはその姿がキラキラと輝いて見えました。やっぱり僕もみんなみたいに友達と楽しく遊びたい。たかしくんは恥ずかしいのを我慢して、頑張って挨拶を続けることにしました。毎日頑張っていると、そのうち慣れてきて、おはよう！大きな声で、みんなの顔を見ながら挨拶ができるようになりました。元気に挨拶をすると、おはよう、たかしくん！少しずつ返事を返してもらえるようになりました。返事を返してもらえるようになると、宿題やってきた？話しかけられることが増えて、少しずつ友達が増えていきました。友達ができて自信がついたたかしくんは、このまま友達100人作るぞ！と次の日から隣のクラスの人にも挨拶をするようになりました。はじめは驚かれたりしたけど、やめずに続けていると、他のクラスの人たちとも友達になることができました。1年生みんなと友達になったたかしくんは、今度は通学路で出会った人にも挨拶をするようになりました。おはようございます。行ってきます。近所のおばあちゃんや、いつも信号で会う高校生のお兄さん、学校で飼っている鶏に、教室の金魚まで。はじめはやっぱりみんなびっくりしていましたが、おはよう、いってらっしゃい、と返事を返してくれるようになりました。鶏も、コケコッコー、と返事を返します。金魚は近くに寄ってきて口をパクパクするようになりました。夏休みに入る頃には、友達を100人作ることができた恥ずかしがり屋のたかしくん。勇気を出して挨拶を頑張ったおかげで、とっても楽しくてハッピーな毎日を過ごすようになりました。おしまい。お話は面白かったぶ？このお話の絵本が欲しい子は、動画の説明欄を見てぶ。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶー。